はい皆さんどうもサカポンですはい本日はねこういう商品レビューの動画になるんですけどねまあはじいつもゲームの実況を撮ってるんでこういう動画が,が撮るのはちょっとうまく喋れるかどうかねちょっと今んところ不満なんですけどちょっと商品の方をレビューさせていただきます本日紹介するのはこちらです EXQ フィギュアシリーズ。アイドルマスターシンデレガールズ、高森愛子バージョンとなっております。はい。こちらのフィギュアはですね,ね、皆さん、どういった種類になるかと言いますと、UFO キャッチャー等で取れるプライズフィギュアとなっております。えっと、バンプレストさんが作ってるものなんですけども、このフィギュアシリーズっていうのはね、バンプレスト ストさんのね、フィギュアシリーズっていうのはね、代表的なもので言ったら SPM、スーパープレミアムフィギュアっていうのがあるんですけども、そちらのフィギュアのクオリティをそのまま、まあ、表残しつつ、スーパープレミアムフィギュアと違って、もう本当にゲームやアニメ、そういったものから飛び出したような表情を浮かべたフィギュアを このもう本当に UFO キャッチャーの商品なんでねあれなんですけど、うん、箱も結構ね SPM シリーズよりもちょっと大きめの箱となっておりますあちなみに参考に,にしてほしいんですけども <laughs> こちらハグロの,のフィギュアあカンコレのハグロなんですけども これが SPM シリーズとなっております細部まで細かく,く再現されておりますうん髪のない感じや柔らかい表情そういったものまでもがこのように,に忠実に再現されているんですけどももう SP こういうこういうシリーズと比べて ではい、先ほどの愛子ちゃんを開けますと、こうなっております。非常に柔らかい表情はそのまんまなんですけども、んもう先ほどと比べると、動きがある雰囲気に作られておりますよ。うん、はい。しかも、このフィギュア、 リアルなところは表情や服装のシワといったところだけではありません。この手に持った、お花の綿毛。ちょっと触らせていただきますと。このように柔らかい素材で作られております。こういっただ細部にこだわった、フィギュアとなっております。リアルになっております。おまあ、定番のね、 ね、下着覗いたりする人もいると思いますがああそ,れそれをこの動画でやっちゃうとね変態ってなっちゃうんでやめときますけどね皆さんももうもう興味ある人は UFO キャッチャーでチャレンジしてみてはどうでしょうか、うん、では本日はこの辺で失礼いたします坂かぽんでした